寒いです。そう。みんなありがとう、考えてくれて。あ、なんか来た、めっちゃくしゃみ出そう。めっちゃすごい演出の時にくしゃみ出た。まさゆきさん、ありがとうございます。本当にいつもありがとう。これなんなんやろ。正月って書いてる。双子ちゃん、ありがとうございます。え、なんかパンダ来た。ありがとう、いつもありがとうございます。ゆるゆる配信なのに。うん、室内に入ったら絶対くしゃみ出る。無理だ。加湿器持ってない。どうしよう、思いつかない全然。あ、寒暖差、確かになんか寒暖差でくしゃみ出るみたいな言ってた。あ、じゃあ、ナムラで優勝したら加湿器買おうかな。室内っていうか、なんか、いやでも室内、つまり寒暖差ってこと？猫アレルギー、猫おらん。店とか、店の中とか入ったら絶対くしゃみで。店の中とか、ダブラで優勝するっていう抱負、それは優勝できそう。しよ。自宅でもめっちゃ出る。部屋の中、部屋の中にいたらめっちゃくしゃみで止まらへんくなる、いつも。でも外やと大丈夫。外の方が寒いのに。外やったら大丈夫。気合いの入った抱負。
天使に会いに行く、それはいい抱負ですね。え、書き初め気合入ってた？え、なんか字体すごくない？なんかさ、おしゃれ、なんていうの？書道家みたいな、とか、あれ、全然、じゃないけど、ニュアンス書道家みたいな、なんかおしゃれな字書けてんけど。味のある字書けた。しんしんしん。馬券当てる、いいね。あ、天下統一、あ、いいね。お、万馬券を当てる、多いな。かなりやってた。それパチンコやろ、競馬じゃないよ。どうしよう。 SNS でバズる、これは確かに、それはそう。それはそうだね。それは目標だね。バズる。ギャンブルしまくってアイドル失格。乗ってるね。ノリに乗ってるね。流行語大賞。あ、でも確かに NMB で流の曲で流行語みたいな。撮りたい。あ、間違えた。気合の入った。め、難しい。世界一周、大阪から世界へやし。世界進出、いいね。パンダとシンシン、会いたい。パンダと共演するとか。
難しくて決まらず候補は何だろう。ね、何しようかな。みんなもう大喜利忘れてるやん こんなに時間をかける心臓が来ます。気合の入った抱負考え中です。全人類心身に興味津々にしようか。全然大喜利してないけど。気合い。びっくりマークつけたら気合入ってるように見える。ほんまに？ほんまの話？シンザワールド。本当に？抱負いい感じだった？いい感じだった？みんな馬主馬関係好きやん。しんしん。あ、山登りしたいな。そう、もうやばいよ。公演始まるから早く早くやらないとあかんねん。バレた？めちゃめちゃ眠い。ビーツ公演来てください。待ってます。お腹すいちゃった。
あかん、もう TikTok のあの音源が頭に頭から離れへん。しんしんしん。富士山に登りたい。極力会いに行く気合い。いいね、いい抱負ですね。気合入ってますね。宝くじ当てたい願望。あ、いい。あ、いい。うん、難しい。思いつかなかった。宿題、そうしようか。そうしようか。宿題にしようか。頑張ります。頑張って考えます。国民的感、いいね。24時間寝続けるリサちゃん。リサちゃんなんか昨日そんなようなこと言ってなかった？24時間以上寝たいみたいな。宿題にします。宿題じゃないか、課題。持ち越し、持ち越しで。お腹鳴った。持ち越しで。じゃあランキング読んじゃおう。いきます。13位、けいこちゃん、ありがとうございます。12位、まつんや、ありがとうございます。あ、やばい、お腹めっちゃ鳴ってる。11位、とし、ありがとうございます。10位、だし巻き卵、ありがとうございます。9位、レオさん、ありがとうございます。8位、ゆうなちゃん、ありがとうございます。6位、あ、7位、チャンピオン、ありがとうございます。6位、ともたん、ありがとうございます。5位、れなちゃん、ありがとうございます。4位、たこやま、ありがとうございます。3位、まるる、ありがとうございます。2位、りょうこ、ありがとうございます。1位、まさゆきさん、ありがとうございます。くまも、ありがとうございます。頑張って、あの頭が働いてる時にちゃんと考えたいと思います。一緒に考えてくれて、いっぱい案出してくれてありがとうございました。それではまたいつか。バイバイ、ありがとう。チュッ、ありがとうございました。またねー。